はい、どうも、白駒先生です。今日はですね、いろいろと最近やらかしまくってるですね、まあ、赤字続きのいきなりステーキがですね、なんとですね、ある店舗の方で外国人不法就労がね、見つかってしまったんですね。はい。今回の動画はですね、それの詳細、プラスですね、結局こういうのの真の問題点は本社にある、その理由とは一体何かということについてですね、まあ、僕なりにいろいろと話の方をしていきたいと思います。まずですね、ちょっと話しておきたいのが、まあ、いきなりステーキといえばですね、今ですね、もう赤字続きでですね、まあ、すごく有名なんですよね。2019年のですね、12月期のですね、まあ、決算においてはですね、なんと27億円の赤字がね、まあそのあるということがですね、分かってしまったんですよ。27億円の赤字ですよ、これ。取り戻せるのかというね。でですね、そういったですね、まあ、赤字続きのですね、まあいきなりステーキはですね、これはまずいと思ってですね、2019年の12月にですね、社長直筆のメッセージをですね、全店舗にね、その貼り付けたんですね。まあ、社長が直筆で書いてるわけです。まあ普通に達筆な感じなんですけどね。はい。でですね、それがまた炎上と言いますか、いきなりステーキ何やってんの、だからこんなことになってんじゃないのみたいな感じですね。まあ非難されてしまったんですよ。で、その内容というのは何かっていうと、まあこれ長くなるのでね、本当に端折って言いますと、要はですね、あなたたちがこのいきなりステーキに来ないとですよ、いきなりステーキは潰れちゃいますよと。そしたらあなたたちね、いきなりステーキ食べれなくなっちゃいますよ。いいんですか的な感じの言い方だったんですね。で、そんなですね、文面にですね、なんだこの上から目線はと。ね、潰れちゃうから早く来なさいなんてどういうことだみたいな感じでして、ね、まあ、批判がですね、殺到したんですね。まあ、ほんとね、僕もですね、全文読んだんですけど、これね、よく、まあ、言ってみたら、下の人たち止めなかったなと思ったんですよね。ね、まあ確かにね、ワンマン社長ってことなのかもしれませんね、あれが言っちゃうってことは。だってどう考えたっていきなりステーキだってね、あんだけでかいですね、まあ会社なわけですから、まあいろんな人たちがいるわけで、その中のですよ、一人たりともこの文章に違和感を持たなかった人がいないってことは、僕はさすがにありえないと思うんですよ。ただやっぱりですね、言えないような環境だったのかもしれませんね。社長の本当一存で決まってしまうような、もしも変にですね、逆らいもしたらみたいなね。そういったですね、まあ、その空気感のですね、悪い、まあ社内になっていたのかもしれません。まあ、その結果この27億円の赤字につながったということなのかもしれません。はい。でですね、そんないきなりステーキなんですけども、ここから本題ですね。その不法就労がですね、まあ、見つかってしまったわけなんですよ、外国人の。これはですね、文春の方ですっぱ抜かれたんですけども、はい。でですね、文春さんの方はですね、完全にですね、証拠とかもがっつり捉えてました。はい。じゃあその上ですね、一体どういった話だったのか、これ話していきますね。いきなりステーキのですね、東中野支店にですね、バングラディシュ人のですね、バングラディシュ国籍のですね、A さんというですね、これ20代前半のですね、男性が働いてたらしいんですね。でですね、この A さんはですね、かなりですね、能力が高い方だったらしくてですね、もうステーキとかもガンガン焼けるですね、要はそのね、その店舗においてはいなくてはならない人だったみたいなんですね。でですね、この方はですね、この学生だったんで、学生ビザ上限のですね、週28時間、もうみっちり働いてたらしいんですよ。これきっちり法律とか決まってますからね。どれくらいしか働けないっていうのは、外国人の方とかはね、みたいなね。で、そんな中ですね、この2019年の10月にね、ですね、これビザが切れちゃうんですね。で、ビザが切れちゃうってことは当たり前ですけども、働けないってことなんですよ。はい。ただですね、これただでさえ人手不足でして、この A さんがいなくなっちゃうと、もう店が回んない状態になっちゃってたらしいんですね。これ店長曰くなんですけど、はい。で、じゃあ他のところからですね、まあ人手不足なんだから、他の店舗からヘルプを頼めばいいじゃないかって思うかもしれませんけども、もうそれすらも回らないと。他の店舗も人手不足で大変だったと。で、もうこのままじゃ店が回らなくなってしまう。どうしようって店長は頭を抱えたわけですね。で、その結果何をしたかっていうと、違法だと分かっていながらも、この A さんをまあ雇い続けたんですよ。はい。じゃあ、どういうふうに雇ったかというとですね、要はその B さんというですね、別のですね、まあ社員さんというか、まあ働いてる方がいらっしゃるんですけども、その B さんの口座にですね、一回、その A さんのですね、このね、バングラディッシュ国籍の A さんが、その月に働いたですね、その金額を振り込んで、で、その後 B さんが自分の口座からですね、お金を引き落として A さんに渡すっていうですね、方法を取ったんですね。で、まあ、これはですね、当然ですけど、違法なわけなんですよ。はい。で、そういうことを続けてですね、まあ、何ヶ月かね、働いてたらしいんですよ、A さんは。はい。ただですね、この2020年の1月にですね、本部の人間についにバレてしまったんですね。で、当然ですけども、これは大問題になりますよ。A さんは即刻クビになったみたいです。バングラディッシュ人のね。で、ちなみにこれね、補足なんですけども、これ文春、まあ、文春がこれをすっぱ抜いたんですけども、文春の調べではですね、このバングラディッシュ人のですね、バングラディッシュ国籍の A さんはですね、今もですね、別のね、飲食店
店で、ですね、不法就労を続けてるみたいですね。うん、いや実にたくましいというか、はい。でですね、そんな中ですね、結局まあこれは本部で大問題になるわけですね、本社の方で、はい。その結果には最終的にどういったですね、まあ結論が下されたかというと、その口座ですね、口座のですね、まあ中継の口座を口座役になっていたその B さんに関してもこれ厳重注意で済んだみたいです、はい。でですね、この、東中野店の店長さんですね、うん、これを企てた店長さんはですね、まあ業務委託契約解除、まあ要はクビですね、うん、ということになってしまって、まあこの度は申し訳ありませんでしたってことをですね、この本社の方が、まあ、発表しておしまいってことになったんですね、うん。まあこれが一連の流れなわけなんですよ、はい。でですね、僕ね、これ見たとき何を思ったかっていうと、結局ですね、結局本社がですね、アホだと、ね、最終的にですね、末端の方、ね、下の方にですね、ね、こういうふうにですね、その、なんていうんですかね、その大変なことと言いますか、うん、そこにですね、しわ寄せが行くんだなってことがよくわかるなって思ったんですよ、はい。というのは何かっていうと、確かにですね、これ店長さんはですね、やってはいけないことをしました。これは間違いないです、はい。違法行為ですからね、うん、ビザが切れてるですね、外国人の方にそのまま働かせる、これはダメなことです、はい。ただですね、僕思うんですけど、ね、店長さんも何も好き好んでですね、それがしたくてしたわけではないんですよ。うん。つまり何かっていうと、しないといけないような状況になっていたっていう、ここなんですよね。うん。ここが大きな問題なんですよ。うん。じゃあ、誰がそんな状況にしたんですかってなった時に、それはやっぱり本社が問題があるわけなんですよね。うん。だって、そうじゃないですか。確かにですね、この店舗がですね、人手が不足になってしまったとしても、他のとこからヘルプにするっていう方法があるわけですよ。でもこれ先ほども言いましたけど、ヘルプすらできないくらいな状態だったんですね。他のところもですね、近くの店舗も人手不足でもうね、ままならない状態だったわけですよ。うん。ね、そういう状況にじゃあ誰がしたんですかって言ったら、そのね、原因はどこにあるのかって言ったら、店長じゃないでしょうね。うん。店長ごときの、まあ、店長ごときっていうのもあれですけど、店長ごときの一存だったり行動力で、こんな状況が出来上がったわけじゃないんですよ。うん。こんな状況に出来上がってしまったら何かっていうと、その会社の上の人たち、本部の連中たちのせいで今そうなってしまってるわけなんですよ。うん。な、言ってみたらですね、店長たちだってですね、それはね、まあお店では一番偉い人かもしれませんけど、結局ですね、その店でのルールっていうのは、その本社が決めてるものが降りてきて、それをそのままやってるだけですからね。うん。メニューを何にするかとか、メニューの値段はどうするかとかね、メニューを増やすとかね、まあそういうのも全部そうですけど、すべて本社のですね、方で話し合って決めたことが各店舗に降りてきて、それを店長が、自分たちの社員だったりバイトに徹底させるっていう流れなわけじゃないですか。うん。ね、だからこの27億円の赤字が出てしまったっていうのは別にね、とある店の店長がサボっていたからとかそういうことではないんですよ。もっともっとでかい規模の話なんですよね。うん。ね、ここまででかいですね、負債になってしまう、ここまでですね、そのお店がね、回らなくなってしまうっていうのは、これどう考えても本部の責任なんですよ。うん。でもう結局ですよ、本部がですね、こういうふうに大きな問題があったとしても、その責任を取らされるじゃないですけど、そのしわ寄せが来てそれで辛い目に遭うのは結局末端のですね、まあ店長なわけですよね。うん。末端の方の人たちなわけです。もっと言うと店長だったりとか、その店長の部下の社員の人たちですよね。そこに行くわけなんですよ。うん。でこれってですね、まあ言ってみたら典型的なブラック企業ですよね。うん。典型的なやつ、本当によく聞くやつですよ。うん。要はその会社がクソなだからこそですね、人手が足りなくなったりとかして残業時間がめちゃくちゃ増えてしまうと。でその結果ね、そういう状態にですね、そういう状態がですね、当たり前の状態になると。でそれは結局そのですね、会社の上の人たち、取締役とかそういう連中の責任なわけじゃないですか。うん。ただじゃあその結果何が起きるかっていうと、現場のですね、社員の人たちに、まあね、時間外労働をめちゃくちゃ強いるっていうことをするわけですよ。うん。で、その結果、その人たちがパンクしてしまって、ね、その人たちもですね、自分がもし辞めてしまったらね、そこがね、その回らなくなってしまう。だから本当に辛いけど辞めれない。なんだったら辞めようと思った時に、そのことを周りに言っても、周りはこんなに辛い目あってるのに、お前だけ逃げんのか、お前だけ辞めるのか、みたいなね。うん。そういった空気感になっていて、余計やめれなくなってしまう。そして最後は心や体を壊してしまうってですね、もう本当に典型的なブラック企業のね、パターンなんですよ。うん。まあ、だからこそですね、僕はこの店長さんがやったことは確かに間違いですよ。確かに大間違いだと思います。はい。ただそうせざるを得なかったところまで追い込んでしまったのは誰かということですよね。うん。ねえまあもしもですよ、この店舗だけでしょ、例えばですけど、このね、東中野店だけ、まあ全然店長のせいで求人とかうまくいってなくて、全然人手が足りないんだったらまだわかるんですよ。それは店長のせいですからね。ただ他の店舗もですね、ヘルプで行けるくらいの人たちが全然いないし、育ってもいなかったってことは、もうこれ会社全体の問題なんですよね。うん。東中野店の店長だけの問題ではないんですよ。うん。まあ、だからこそ先生、僕はこの話を聞いて思ったのは、まあね、こう話の根本ね、根本的な問題はこのもう本当まさにブラック企業ですよ。うん。いきなりステーキの、まあ、社長も言ってみたら本社のね、方にあるんじゃないかなっていうふうにね、僕は思いましたね。うん。
まあ、辞めさせられてね、店長は今何してるか分かりませんけども、うん、新しくそこに入ってきても大変ですよね。うん、そんな状態からね、引き継がされてしまったわけですかね、新店長も。うん、どうせ本部の方でもですね、じゃあこれをどういうふうに変えていくかみたいなことも、ね、明確にね、提示できないと思いますよ、正直言って。うん、そういうことがちゃんと提示できてる人だったら、27億円のね、ものね、赤字なんてそもそもいかないと思いますしね。うん、てか、社長のね、まあ、一番最初に言いましたけど、あんな張り紙やってる段階でって話ですもんね。うん、あの張り紙をね、乗せてしまおうと思ってしまう社長と、それを止めれないっていう空気感になってる会社っていうことを考えれば、うん、まあこういうことが起きてもまあねっていうね、まあそれは納得できますよねみたいなことを僕は思いました。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終わります。この話にですね、ちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、あとよかったらコメントとかもあったらね、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。